いや、めっちゃ5時探すくない？え、5時につき1円え、そうじゃない1円ってか職業調査隊。テンク取ります。副隊長職業調査隊。今日の職業は校閲者です。お、校閲わかる？見てた？見てない。いや、なんだ石原さとみ。うん、で見ようと思ってない。あ、今そうなんだ。あ、今ね。え、あれめっちゃ面白い。どんなじゃあお仕事か分かる？え、添削選手、赤ペン先生みたいな。え、分かんなかった今の言葉集めて。え、なんだろう、どんな仕事内容かな？分かってくれてる。添削の言葉集めて分かんなかった。何言ってたか。だからえ、なんかさ、小説家が小説書いて口がみたいな。ああ、うん、イエスイエスでしょ。はい、それだ。それを添削って言うんじゃない？構成っていうらしい。構成とも言うんだって。そうなんだ。うん、の仕事は筆設された原稿を読み、誤字脱字の用語や不純一文法的な誤り、内容の不備を指摘することです。校正は原稿の文字や文章の誤りを正すことで、校閲はさらに内容にまで踏み込み、書かれている情報に事実誤認がないかを細かくチェックすることを示します。てか別なんだ。大手の出版社には校正・校閲の専門部署がありますが、中小の出版社は校正専門のプロダクションなど外部の組織に依頼することが多いです。日本語能力の高さはもちろんのこと、集中力や忍耐力も求められる仕事です。構成記号という特殊な記号を覚える必要がある。記号？別々だった構成と校閲。校閲はもっと内容まで違うって言わないといけない。校閲のドラマでさ、うん、やってたよね。やってたよ。見てないけど、切り抜き界隈なの。あ、そうなんだ。めっちゃ面白いよ。知りたい。それ感想文書くね。うん、お願いね。職業調査隊。なり方、なんかやばそう。何が？なんかそういう専門学校、うん、え、専門学校行かなそうだな。どっちなんだい。多分頭いい人しかなれないよね。え、なり方か。え、合ってるくらい今のなり方じゃない。え、検定とか取りそうです。あー、はい。読んでいきます。なり方は大手出版社の社員。あれ、間違えた。読むとか特に書いてあんのーと。なんとかなんだから。あ、読んでいくね。民間資格である校正技能検定を取得する人もいますが、うん、働く際は経験や実績が最も重要視されます。へえ、これ何こと？何こと？ってどこに書いてある？あー、待って、見えちゃった。学術系の出版物ではその分野の専門的な知識が必要となることもあります。で、取得することも、取得、構成技能検定を取得する人もいるけど、うん、経験や実績があれば別に取得しなくてもいけるんじゃないのっていう話だよね。いや、やばいでしょっていう話だよね。いや、違うでしょっていう話なんだよね。いや、わかるでしょ。職業調査隊。そんな感じでした。なんかさ、なんかさ、校閲になったとしても、そのさ、専門性の、ね、学術なんとかって言ってたじゃん、うん、毎日勉強みたいな感じ。え、でもさ、その石原さとみの出てた校閲ガールは、もともとファッション誌に行きたかったけど、配属された先が校閲だったっていうか。そうなんだ。だから未経験から始めた感じなんだよ。じゃあめっちゃ調べるじゃない。最初の方はめっちゃ大変みたいな感じのドラマだった気する。めっちゃ見たくなった。今の説明で。ほんとかよ。職業調査隊。じゃあ未経験、でもできるんじゃないかな、知らないけど。知らないこと言うね。じゃあ、こういう土屋の、はい、え、高そう。さっきちょっと見ちゃったでしょ。平均より上そうだな。460とか。ファイナルアンサー。イエス。いきます。はい。正解は、ちょっと待って、
正解は400。大手出版社の社員には高給が保証されますが、専門の会社となるとそこまでの給与は期待できません。一方で組織に属さずフリーとして仕事をやる人も多く存在します。フリーの場合は1文字いくらといった単位で料金が決まっていることが多い。やばい、ね、むずいね、うん、いやめっちゃ5時差が少ない。え、5時につき1円。え、そうじゃない、1円とか職業選択の自由をもっと自由。